嗅いでっか。ふざけるな。もう一度聞く。分かった、ちゃんと答える。ルーファウスだ。なるほど。北条だったかも。へえ、意外とやるね、ジージェ。行きますか、先輩。もちろん。俺が敵を引きつける。その隙に先輩はジージェを。陽動作戦だね、いいじゃん。でも目立つのはこの私。おい、そこの悪党ども。なんだ、誰だ。よくぞ聞いてくれました。ただのガキだ、気にするな。ああ。誰がガキだ。わあ。先輩、派手になりすぎ。なんだ貴様ら。ウータイ、敵と遭遇、応援を要請する。
忍びの底力だな。うん、ありがとう、助かった。お、わっどんなもんだ。早速だけど、これ死んだビルの中で使う社員用の ID カードだ。これを使って地下に行ってくれ。地下には兵器開発部門のラボがあって、その中にマテリア研究フロアがある。究極マテリアがあるとすれば、そのどこかだろう。分かった。さあ、急いだ方がいい。シンラが何か大きな作戦を実行に移すらしい。七番街を破壊し尽くすなんて噂もある。なんであれ巻き込まれないように、急いだ方がいい。うん、俺は仲間に知らせに行く。成功を祈る。また会おう。今度は俺がおごるよ。ウータイ流の乾杯を教えてやる。いいね。お、あ、七番街の噂、クンパにも伝えてね。了解。さあ先輩、スラムに長居は無用らしい。準備を整えたら駅へ行こう。おっしゃが早いから。ここから離れた方が良さそうだ。このまま駅へ向かおう。うわ、何これ。現在鉄道は5番マコーロの事故を受け、本数を減らして運行しております。また5番街スラム駅には停車いたしませんので、あらかじめご了承ください。分派のせいで列車の本数が減ってるんだ。次を逃してもしばらく迷惑。無理してでも乗った方がいいぞ。じゃあ行ってらっしゃい。慌ただしくてごめんね。酔うのか。立っていたら大丈夫のはずなんだけど。笑うな。メルフィーも乗り物には弱かった。船、チョコボ、列車も多分ダメだな。メルフィーって妹だ。二人で一緒に五道様に指示していたんだ。俺より才能があった。あった。天戦の年だ。神羅の自走式兵器が暴走して、それを止めようと。妹じゃない。
君もやる気満々だ。私は親父とは違うから、あのクータラと違っていつでもやる気満々。王道様はどうしてる？牢屋ん中、暫定政府投獄されたよ。せっかく頭冷やせばいいんだ。俺の師匠だ、あまり悪く言わないでくれ。うん、そうだね。やめよ、こんな話。私もムカつくだけだよ。それより、田舎者の話は大切ね。おしゃべりはそこまで。実験を始めましょう。まさかとは思う。こんなところで死なないでちょうだいね。テストマシン起動完了。点灯データの収集を開始します。この程度いるみたい。